IBM700 に関連装置群はすべて映っている。左から右に向かって、ウィリアムスン IBM717 プリンタ、制御宅、IBM757 プリンタ制御装置、IBM752 時期テープ制御装置、IBM727 時期テープ装置、IBM732 時期ドラム装置、IBM727 時期テープ装置、 IBM 712カード読み取り装置、IBM 722カード先行機、IBM 756カード読み取り制御装置、IBM 758カード先行制御装置である。IBM 702は1953年に発表された IBM のビジネス用途のコンピュータ。セレクティブシークエンスエレクトロニックカルキレーターで、 コンピュータへの一歩を踏み出した IBM は1949年に2つのコンピュータ開発プロジェクトを開始した。1つは磁気ドラムメモリを使用したマシンで、これが後に IBM650 となった。もう1つが後に IBM702 となる磁気テープを使用したマシンである。IBM は以前からパンチカードに代わる記憶媒体として磁気テープを研究していたが、社内では あまり重要視されず、研究は進んでいなかった。しかし、ユニバクアイの成功に刺激されてプロジェクトは加速されることとなった。さらに1951年頃には、イアスマシンの設計に基づいた IBM701 のプロジェクトも開始され、IBM は3つのコンピュータ開発プロジェクトを並行して実施。 こうして開発された IBM702 は1953年9月に発表され、翌年6月までに50台を受注しているが、出荷は1955年をはじめまでずれ込んだ。この遅れに際して、注文をキャンセルされずに済んだのはユニバク側の戦略が甘かったためとの見方がある。データ形式は任意長の文字列であり、終端にレコードマークを置く。 命令形式は5文字で、うち1文字が命令コード、4文字がアドレスである。レジスタは2つのアキュムレータで、それぞれ512文字分のサイズがある。メモリは、ウィリアムス管で2000文字から1万文字分の容量があった。ユニバック I への対抗機種であったが、メモリにウィリアムス管を採用したことで、水銀遅延線のユニバックよりも信頼性が高かった。また、 モジュール構成になっていたため、運搬が容易であった。ユニバク I は一体構造だったので、顧客へ納入するのも一苦労だったという。1955年までコンピュータ設置台数でユニバクに負けていたが、翌年には逆転し、以降 IBM が主を走り続けることとなった。ウィリアムスンは、 IBM の認識としては信頼性が低かったが、水銀遅延線よりは、マシといったレベルだった。そのため、次期コアメモリが実用化されると即座に採用した後継機種を開発し、1954年にモデル705として発表した。705は702と、ほぼ互換性のあるアーキテクチャだったが、微妙な差異がある。IBM7080 は IBM705 の、 トランジスタカ版であり、他にも様々な改善が施されている。ありがとうございます。